第9代リッチモンド公爵、フレデリック・チャールズ・ゴードン・レノックスイギリスの貴族、自動車整備校、レーサー。邸宅・グッド・ウッドハウス第8代リッチモンド公爵、チャールズ・ゴードン・レノックスとヒルダメイドライン・ブラッシーとの三男として誕生した。父同様に、イートン校に学んだ後、オックスフォード大学クライストチャーチに進学している。大学卒業後から就職までの一時期。 町工場の自動車整備工として働いた。フレデリックの長兄は、溶接、時系は第一次世界大戦時にロシアで戦勝死していたため、1935年に父の死去に伴ってリッチモンド公爵を継承した。第二次世界大戦が勃発すると、王立空軍に入隊して少尉に任官、従軍している。彼が当主を務めた時期は貴族に対する、 相続税構成が熾烈を極めており、織しもフレデリックの父と祖父はいずれも当主として短期間であったことから、公爵家に対する負担は相当のものであった。そのため、彼はゴードン城とその周辺の土地6000エーカーや、スコットランドバンフシャーの土地4万5000エーカー、先祖伝来の美術品等を手放さざるを得なかった。この事態を有料した公爵は領地に豊富である。 森林資源に着目した。彼は、グッドウッドエステートを設立して、家具製造業、競馬や住宅提供事業を展開、領民、使用人の職の確保と公爵課財政黒字化に成功している。1989年に85歳で亡くなった。借位は、長男のチャールズが継承した。1927年12月15日に、 エリザベス・グレース・ハドソンと結婚して、二人の息子を、儲けた。ありがとうございます。